白金家の悲しいお話なんだけど、白金家まず家にね人を呼んだことがないんですわ。っていうのもめちゃめちゃボロ屋で、そうボロかったし狭かったのね。狭い家でさ、なんかもう暗黙のルールで人を呼ばないみたいな、そういうね感じだったの。部屋もね団長がもう散らかしまくるからパーって言って、でもあれだったな。今でも覚えてんのがさ、なんか兄上がまあやっぱね、そういう年頃の時にそのゲーム、そうマリオパーティーとかを買ってきた時があって、そうでも友達呼ばんのよ。呼ばんのにマリオパーティー買ってきて一人で遊んでっから、じゃあ一緒にやるかって言って一緒にちょっとやったことがある思い出があるんだけど、そう結局友達とはしなかったな。うちにもあった暗黙ルールあった。そうなのよ。お兄ちゃん、そうお兄ちゃんがいんの。そう兄上、そうお兄ちゃんがいるんです。団長懐かしいな。マリオパーティー、友達がいないわけじゃないんだよ。友達がいないわけじゃないんだよ。でもその人をあげられる家が、家っていうのがそもそもない。そもそもなかった。え、これ共感してくれる人いないかな。そういうことがあったのよ。うん、でも今はさ、みんなのおかげでさ、そう一人暮らしだけどさ、こう機材とかもあるし、ちょっと広めの家に住んでんだけど、ただ部屋が汚くて呼べない。悲しい。今もう掃除すればいい話なのにさ、マジで掃除できないから。そうよ、ほんまね。それはちょっと反省、別の意味で呼べない今は。いや友達いるんだけどな、いるんだけどな。なんならね、おなまにねえ、ラミーもマリンもおるんだけどな。